ちは、ナコールハッピー結婚しようチャンネルです。いつもご覧くださりありがとうございます。今回は雑学シリーズ9回目になりました。私は埼玉県在住なので、昔の国名は武蔵です。お隣群馬県は神津家って言いますよね。でも地域の離れた場所だと旧国名って全くわからないなって思って調べたことをシェアしますので、ぜひご覧ください。日本の都道府県が現在のように整理されたのは1943年だそうです。1971年、明治4年、廃藩置県が行われる以前の国名の載っている旧国名の地図を探したので表示します。現在の地方にあたる区分として8つに分かれていたそうです。日本には中央と地方諸国をつなぐ7本の幹線道路があったそうです。その7本の道路は七道といい、東海道、東山道、北陸道、山陰道、山陽道、南海道、西海道と呼ばれていたそうです。七道は道路そのものであると同時に、それが、ね、貫く地域名でもあったと言いました。蝦夷、北海道から行きましょう。12の地域になっていたそうです。小島が現在の都市名が函館とか奥都市、あと胆振、室蘭とか苫小牧、日高、志津、浦河、尻部市が小樽、岩内、石狩が札幌、旭川、石尾、名寄、留萌ですね、春狩が目黒、北見が網走、稚内、十勝が荻広、音更、釧路が釧路、厚岸ですね、根室が根室とか標津、あと千島列島の千島が佐那とか留与別、あと琉球地方ですよね。琉球は沖縄で今の那覇とか奄美。東山道が東北の6県と関東の2県と岐阜と長野が入っています。近江が現在の大津とか彦根、美濃が岐阜、多治見、飛騨が高山とか下呂とか、信濃が長野とか松本ですね。で、神津家が今の前橋や高崎、下野が宇都宮とか足利、岩城が郡山とか会津若松、いわきが角田と相馬ですよね。あと陸前が仙台とか気仙沼で、ここはね、明治より前はね、陸奥だったらしいです。あと陸中が今のね、盛岡とか一ノ関、ここも明治より前は陸奥だったんですって。で、あと続いて陸奥が今のね、青森とか八戸、あと宇治っていうところが山形とか鶴岡、明治より前はここは出羽って言われてたそうです。あと羽後が羽の後ろって書くんだけど、今のね、秋田とか酒田ですって。で、ここも明治より前は出羽だったらしいです。で、東海道が関東の5県と山梨と愛知、地域の区分がさ、今と本当にだいぶ違うからちょっと不思議ですよね。伊賀が今の名張、あと伊勢が今の四日市や津市ですね。と島が鳥羽市の方ですね。尾張が名古屋とか一宮、三河が豊橋とか岡崎とか、あと私これ読めなかったんだけど、遠いと書いて江戸の絵と書く遠遠海っていう読むそうですね。浜松、今のね、浜松とか掛川とかですね。駿河が静岡、現在の静岡とか富士ですね。と伊豆が熱海とか下田とかですね。で、甲斐が甲府とか大月で、相模が平塚とか小田原とかで、武蔵が東京とか熊谷とかですね。で、ここの武蔵はね、江戸時代に下総の国から葛飾郡西部、そこがね、移動したんですって。で、あと下総が千葉とか古河ですね。ここも江戸時代に葛飾郡西部、そこが武蔵の国に移動。あと上総、木更津とか茂原とかですね。
あと阿波が今の立山とか鴨川とか日立が水戸とか土浦ですね。ここが東海道と呼ばれていたところ。あと北陸道が北陸三県と新潟で、若狭現在の小浜とか三方、あと越前が福井とか敦賀ですね。あと加賀が金沢や小松、能登が七尾や輪島と、越中が富岡、富山とか高岡、越後が新潟とか長岡、あとは佐渡ですね。昔の畿内がね、大阪、奈良、京都の一部だったそうです。山城が京都宇治ですね。あと大和が奈良とか柏原とか、と摂津が大阪とか吹田、河内が東大阪とか八尾、と泉が岸和田とか阪南とかですね。あと山陰道が山陰の2県と京都の一部で、丹波が現在の福知山とか笹山、丹後が舞鶴とか、田島が現在の豊岡とか養父ですね。あと稲葉、稲葉の白うさぎの稲葉でしょうね。現在の鳥取とか智頭、あと伯耆が米子とか倉吉、と出雲が松江とか安来とか、あと石見が太田とか増田とか、隠岐が西郷とか智頭ですね。で、山陽道が山陽地方の3県と兵庫の一部で、播磨、現在の姫路とか明石ですね。と美作が現在の津山とか真庭、と備前が赤岩、備中が笠岡とか新見、備後が福山とか尾道、安芸が広島とか呉とか、周防が山口とか岩国とか、長門が下関とか萩ですね。あと南陽道が四国地方と、現在のね、四国地方と和歌山、淡路です。南陽道がね、紀伊が現在のね、和歌山とか尾鷲、淡路が現在の洲本、阿波が徳島とか鳴門ですよね。さぬきが現在の高松とか丸亀とか、伊予が現在の松山とか今治とか、で土佐が現在の高知とか中村だそうです。で西海道が現在の九州地方で、これ結構たくさんありますね。豊後が現在の大分とか別府、筑前が福岡とか八幡、八幡、筑後が現在の久留米とか大牟田、肥前が長崎とか佐賀、肥後が熊本とか八代、日向が宮崎とか延岡、薩摩が鹿児島とか枕崎、大隅が鹿屋とか北部、あと壱岐、対馬だそうです。で、これをね、違う地図をね、表示させますね。東北地方は青森県は陸奥と言われてて、岩手県は陸中で括弧陸奥ですね。宮城県が陸前で括弧陸奥で、秋田県が宇後で括弧ではプラス陸中って書いてあるんですよね。でまた括弧陸奥とも書いてありました。山形県が宇前で括弧してではって書いてありました。で福島県が岩代が括弧で陸奥で、あとプラスいわきがやっぱり括弧して陸奥って書いてありました。で関東地方へ行って、茨城県が日立プラス下佐、栃木県が下野、群馬県が上野、埼玉県が武蔵、千葉県が上総、下佐、阿波で、東京都が武蔵で、神奈川県が相模と一部が、ね、武蔵に入っていたそうです。で中部地方に行って、新潟県が越後と佐渡で、富山県は越中、
石川県は能登と加賀、福井県が越前と若狭、山梨県が甲斐、長野県が信濃か、岐阜県が美濃と飛騨で、静岡県が駿河と伊豆と遠戸海、愛知県が尾張と三河になっていたんですね。で、近畿地方に行って、三重県は伊勢と伊賀と志摩と紀伊にも入っていたらしいですね。滋賀県は近江で、京都府は山城と丹波と丹後、大阪府は摂津と和泉と河内、兵庫県が、これもすごい4つも入ってるんだけど、現在のね、兵庫県は播磨とか但馬と摂津、丹波、淡路、奈良県は大和、和歌山県は紀伊ですよね。中国地方に行くと、鳥取県が稲葉と伯耆、島根県が石見と出雲と隠岐でした。岡山県が備前と備中と美作、広島県が備後と安芸で、山口県が周防と長門で、四国地方に行って、徳島県が阿波、香川県が讃岐、愛媛県が伊予、高知県が土佐、こう四国すごく分かりやすいですよね。今でも徳島県って阿波踊りで有名じゃないですか。香川県は讃岐うどんが有名だし、愛媛県は伊予柑とかみかんが有名だし、高知は土佐県とかね、分かりやすいですよね、一番ね。で、九州地方に行って、福岡県が筑前、筑後、豊前、佐賀県が肥前、長崎県が肥前と壱岐と対馬、熊本県が肥後、大分県が豊前と豊後、宮崎県が日向、鹿児島県が薩摩と大隅、沖縄県が琉球でした。いかがでしたか？地名のね、読み方は、近隣のね、都市以外は読み方のわからない都市名もあり、本当に調べながらね、原稿を作りました。旧国名がね、相撲のね、力士のしこ名や、野菜やね、農業とか漁業とか、あと工業製品などね、現在でもね、結構使われているものがありますよね。地理的にね、理解できなくても、聞いたことはあるなっていう地名もね、たくさんありました。それでは今日はここまでで、次回水曜にはデートスポットなどをご紹介しています。また水曜にお会いしましょう。最後までご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。コメントなどもいただけますと励みになります。